はい、自由作です工場桃桜ですはい、今日も三分なりきるね、よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい、じゃあね、何を切るか教えてください のを切りたいいと思います、えー、理由としては、えー、とまずマンズが34で両面待ちで788も一塊で残しておきたいのでこのままでピン図が3が来るので123でこれも一塊なのと78も両面待ちで一塊なのでそのままで相図が1135なんですけど を頭候補にして、で、四待ちの三号もいいなと思ったんですけど、なんか、三なので、一とも繋がるのかなと思って、なので、まあ、相図の五を切ろうかなと思いました。はい、了解です。じゃあ、解説入ります。はい。なんかすごいわかってきた。なんか、は。はい。先にちょっとスイ入れた方がいいかな。ええとね。嘘大正解です。あ、やった。 えとねちょっとこね、えうね、受け入れ出てるんだけど、これね、ウーソーが一番広いんだわ、えっとね、頭候補2つ作った方がいいんだよね、基本的にね。そうすると、今言ってくれたみたいに、イーソーが頭候補かなっていうので、バッチリなんだよね。でもう一個、こっちのマントのにあに、パワーが2枚あるもんで、こっちは補佐というかね、補助みたいな感じで、88でこっちも、 頭候補ではあるんだけど、これはできれば両名に使いたいってことで、頭候補の本命は言いそうななんだよね。なるほど、はい。こっちをね、できるだけ頭になるようにってすると、そうするともう嘘を切るしかないんだよね。ああ。受け入れ見て分かるように、このね、嘘を切るのが一番最大で、嘘を切っても損になるっていうか、受け入れ損するのは4の相図だけなんだよね。これ以外のやつ切ると 他で遊びが出たり、うん、ま例えばね、はい、なんか、イーソーとか切っちゃうと、うん、まあこの C1 遊んだりとかね、うんうん、するんで、うん、いきなりワ1切るのは今度やりすぎだし、はい、ってなると、もう、実はこれ、ウーソ切るしかないというかね、このウーソが一番広いようになってるんだけど、実際問題ね、うん、何かしらなんか違うやつ切っちゃうと、損になったりとか、なんかね、するんでね、これはね、もう、はい。 形的にもう嘘を切るしかないと、いうまあ切るしかないって言っちゃうけど、嘘を切るのが一番得な形になってますねはい、うん、もう機械的にね頭候補を二つでえと無駄がないように構えるってね覚えていただければないいかなと思います。意外に間違いやすいあの安いんで、ねまあ皆さんちょっとね、うんうん、見直しといてください。はい、はいこんな感じでねまたね高評価の方だけよろしくお願いします。お願いいたします。じゃあ失礼します。失礼いたします。